カオル・ミトマを見るのを楽しみにしていなよ。衝撃の光景。わずか2シーズン前、欧州に渡ったばかりの三笘が最初にインパクトを残したのは、ベルギー1部ロイヤルユニオン・サンジロワーズ、ユニオン SG だった。2021-22 シーズン在籍当時、かつてミドルスブラやポーツマスでプレーしたイングランド人ディフェンダークリスチャン・バージェスも三笘と共闘。記事ではブライトンのファンである友人とのエピソードが明かされている。三笘のスピードは驚異的だった。そしてあの落ち着きだ。友人と話をした時、彼はクラブがデニス・ウンダフを獲得したことを喜んでいた。そしてカオル・三笘を見るのを楽しみにしていなよという話をしたんだ。その理由について、僕は彼がプレミアリーグでも成功することを分かっていたからね。今の活躍ぶりを大喜びしているよ。彼は最高のやつなんだ。と続け、ベルギー時代の活躍からプレミアでの成功を確信していたことを伺わせた。まさかのバージェスのインタビュー、三笘の凄さがよくわかるな。バージェスが三笘について語ってる記事、私得すぎる。三笘の活躍の裏にあるユニオンの1年間。少し遠回りだったけど、結果的には良かったのだと思う。これは久保にも言えそう。結局ウンダフはプレミアで出番少なく今シュツットガルトか。三笘は相当競争激しい仲良くやってると思う。三笘はドリブルとアシストでしっかり結果を残してるから、決定力が上がったらワールドクラスのウィングになれる。今シーズンは2桁ゴール2桁アシストを達成してほしい。明日のマヌーセンも頼むね。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。